田中正義、今季大活躍の要因が判明する。日ハムの守護神田中正義投手が目標に掲げるシーズン完走に近づいている。ソフトバンク時代の6年間は故障に泣かされてたが、北の大地で今季ポテンシャルが開花。ブレイクの裏には首脳陣との円滑なコミュニケーションがあった。新庄剛志監督、立山義則、加藤武晴両投手コーチら首脳陣と頻繁に言葉を交わしている。首脳陣には言いたいことを言えるというか、自分の現状を正直に伝えています。コミュニケーションをよく取れているのが僕が今年ここまでやれている要因だと思います。まるでホークスでは言いたいこと言えなかったみたいじゃん。ジャスティスが40試合以上投げて無傷でシーズン完走できる日が来るなんて。残り2試合に1回ペースで投げられれば50試合到達か。人生変わったな。ソフトバンクの首脳陣に見せてやれよ。50試合30セーブ行きたいな。鶴岡に高い寿司おごってもらえ。とにかく怪我せず投げ切れた成功体験が一番よ。ソフトバンクでは競争を上げしすぎて無理してたんやろな。守護神やれた経験は生きるやろ。ソフトバンクじゃもイネロース泣いて無理やし。来年は7回ジャスティス、8回池田、9回層の勝ちパターンや。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。